どうもみなさんこんにちはこんばんはナッツです。本日はデイズゴ Go! の動画になるんですけども、本日ご紹介していくのが中盤から後半にかけて最強クラスの近接武器のご紹介をしたいと思います。えー、入手方法はね、大きく分けておそらく2つあると思うんですけども、まずそのうちの1つが、えー、今俺がいるところ。えー、ウィザード島がここなんですけども、ウィザード島の右下あたり、この海を挟んで右下あたりのこの建物。 えミッションでいうと「ありがとう」っていうミッションで、えー、ここに来るミッションがメインミッションでねあるんですけどもその建物になります。で、えー、前から見るとこんな感じの結構ね横に広い建物でこの大きいバスとか目印かなと思うんですけどもここが正面になるんですがこっち側左側やや左側に行ってもらって、えー、ここですねここドアの横辺りここに落ちてるこの武器。 これが強、えー、強化金属アックスっていい。うもも、のなんですけどもこれがまあ強い、えー、何,が何で強いかっていうと、えー、このゲームの近接ウェポンの中で、えー、かなり威力が高いものってファイアーアックスみたいなね,ね、えー、両手持ちの斧があると思うんですけどあれは大体のゾンビ2発ぐらいで倒せてしまうんですが1、えー、発殴るごとに耐久が10ぐらい減っちゃうんですよねあれ。 ただこれは、えー、一発殴るごとに、えー、耐久5減らないぐらいだったかな確かそれぐらいの武器なんですけどもでさらに、えー、威力もファイア,アックスとほぼ同等ぐらいにあるので、えー、ファイア,アックスの、えー、効率がいい版というよりもねコスパがいいバージョンファイア,アックスのコスパがいいバージョンみたいな、えー、近接武器になっております。 まあちょっとね、そこにゾンビいたので、ちょっと試しに戦ってみましょう。今見えてる、こいつゾンビだよね。あれどこだどこ行ったい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 た。<laughs> あれをね、ちょっと倒してみましょうか。結構ね、威力もあって、あ、一発で行ったね。今、一発で倒したんですけども、えー、2%しか減ってないです。で、実は、えー、この近接武器っていうのは、えー、もう一つおそらく入手方法があるようで、 えま,あまず今ご紹介させてもらったここが1個とあともう1個がですねちょっと俺え確認取れてないんですけどもえ写真は持っていないっていう持ってないっていうえミッションの開始地点の近くの車ミッションで言うと合格だっていうミッションから連続で始まる写真は持ってないっていうミッションの開始地点の道路を挟んだ向こう側に え停車車してていいいるる青い車の近くに落ちているそうですただその際の、えー、注意はバイクに乗るとミッションが進行してしまうので先に回収しておくのがおすすめらしいんですけどもちょっとそこの場所がね俺いまいちよく分かってないので、まあくまでも2通り入手方法があるよっていうお話と今回はご紹介させていただくのはここの入手方法ですね。まあ、ここは後後半半ににななるるとと、えー、中盤から後半から えー、メインミッションで必ずここは訪れる場所になりますのでそのタイミングで全然いいと思うので是非もうねあのどっかに分かりにくい場所にあるとかじゃなくて、えー、正面にこう立ってもらってあのドアのちょっと横あたりに落ちているので是非、えー、取っといてくださいそして、えー、この武器はやっぱりね、えー、クラフトで作る武器とはまたちょっと違うっぽいのでこれを使っていく際は、えー、とスキルのね こちらですね、えー、格闘スキルの、えー、こ,ちこちら、えー、一番左の3つの真ん中だねのベテランメカニック、えー、これは必ず、えー、つけておくことがいいかなと思いますこれがあると、えー、先ほどみたいに、ね、ゾンビと戦ってで耐久度が、まあ、今98%なんですけどもこれゼロになると壊れてしまうので、えー、これでね修理しながらスクラップ使って修理しながら使っていくと、まあ、半永久的に使えると思いますので 是非こちらの最強クラスの近接武器かゲットしてみてくださいそれでは、えー、本日の動画はこれで以上になりますご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録高評価是非よろしくお願いいたしますそれではまたバイバーイ